練炭術は中国の同志の術の一つ。服用すると不老不死の仙人になれる霊薬を作る。練炭術は中国古代の新鮮思想より発展した道教の調整術の一部をなす。講義の練炭術は外丹と内丹に分かれるが、学術的文脈においては、練炭術といえば一般に外丹の方を指す。外炭においては段社を主原料とする、神炭、金炭。 大胆、簡胆などと称される、胆薬や金を液状にした金液が服用された。このようなものは実際のところ人体に有害であり、当の皇帝が何人も胆薬の害によって命を落としたことが旧当女、新当女に記されている。事実として実際に練胆に成功したことがあったか否かは定かではないが、外胆術は不老不死の薬を作るという本来の目的では、 完全な失敗に終わった。このため、不老調整のために外的な物質を求める外炭術の代わりに不老不死の元となるものを体内に求める思想が起こり、これが内丹の考えにつながっていく。その一方で外炭術は中国の医薬学、本草学の発展に寄与し、間接的には中国の科学技術の発展にも貢献した。内丹は外炭の用語と、 あり思う、某中、行器、土脳などの木の養生術を、胎児の成長過程の再現に結びつけて作り出され、発展したと考えられる一連の身体技法である。内胆は、外胆における外的存在である物質としての2の連生を、自己の心身の内なる修練のプロセスとして行うものであり、生と命の心身一体を収める、生意の地層を収むが、必要とされている。 その効果は外端における不老不死から歴史的に変化していき、生命力を高めることで道との合一に至ることを目的とする。内端術は現代の気候の重要な源流の一つとなった。外端術は金石草木を服用する服職と呼ばれる古代の新鮮法術の一つの発展体である。神農本草業は中国最古の医薬所とされるが、 本来の目的は戦薬を求めることにあった。初期は草木中心の戦薬であったが、次第に鉱物から人工的に合成したものを不老不死の単薬として重視するようになり、外炭術が発展していった。練炭の主な方法には、原料の鉱物を釜の中で加熱する、火砲と鉱物を水溶液や、見学液にする、水砲とがある、典型的な金炭の製造法は、単社、 こう、鉛などの薬物を調合して、金なにて火にかけて、小練りするものである。練炭術ないしその方がは、元代に登場し、放牧師を表した、精神、闘神の勝甲らによって、金丹道として確立し、他の神仙放術とともに、いつしか道教の一部とみなされるようになった。勝行、列戦主廃より、放牧師内辺非金属を貴金属に変える力を持つ。 不老不死の霊薬、エリクサーの製造などを目的とする西洋の錬金術とは共通する部分も多いが、西洋の錬金術がどちらかというと金を作ることを主目的としていたのに対し、錬炭術は小銭と不老不死を主目的とする点が異なる。放牧師内編の金炭編は、黄金は、下中にて何度練り鍛えても消えず、途中にても腐食することなく、 その普及性をもって人を不老不死にすることができると述べている。通常の金は、賞金と呼ばれ、有毒とされた。練炭術で作られる金は、薬金と称される黄色い合金で、鉛の化合物とも銅の合金とも言われる。非金属から金銀を制する技術は、紅白術と称される。放牧師内編の紅白編に説かれているものがそれである。金を液体化した金液は、 金炭と並び称された戦略である。金を溶かすには水銀化、もしくは生産を含む、イチゴの未成熟果実が用いられたと考えられている。新社から作られた薬を服用して、不死を求めるという発想が生まれた背景には、新社は鮮やかな赤褐色を示すため、その色が血液につながるという思想があったものと思われる。活口は、放牧師、金炭編で、 単車を加熱すると硫化水銀が還元されて、水銀を生じ、水銀に硫黄を反応させると、また単車に帰るという循環的過程に永遠性を見出し、これを不老不死と結びつけている。なお、水銀が単車に帰ると活行が述べているのは、単車に似た色を呈する酸化水銀への変化とも言われる。酸化水銀は、水銀を空気中で沸点近くまで熱することにより得られ、 これをさらに高い温度まで加熱すると水銀と酸素に分解する。個人にはこの過程が、単車が水銀へ、水銀が単車へと何度でも変化し、元に戻るかのように観察されたと考えられる。五感の人とも三国暮れの人とも言われる、偽白費の収益賛同、系は、鉱と鉛の配合を、練炭の基本とした。この外端書は、駅をさむを用い、 音陽五行の複合的シンボリズムに基づく、様々な因語で練炭の材料や過程を表現している。鉛鉱といえば練炭術の代名詞となり、鉛鉱を表す、清流、白虎といった術語は、後の内炭術に引き継がれた。収益三道、慶和五代、北宋の頃から内炭道の古典と見なされるようになり、内炭の観点から解釈した注釈書がいくつも作られた。 コーダ・ロハンのエッセイ、戦書三道、刑も、同道書を内端の書とする注釈書に沿った理解に立脚しており、現代の研究者が本来の外端書として論じるようになったのは比較的近年のことである。近端には水銀化合物やヒ素化合物が含まれ強い毒性があったと考えられる。連端家たちはそれを非毒と呼んで恐れた。連端術の流行により、水銀や 水銀化合物を服用して逆に命を縮める人が後を絶たなかった。少なくとも6人の党の皇帝が水銀中毒で死亡したことが、新代の長欲の著、22子さっき末期19新旧、当女当初帝大佐団役に述べられている。不老不死を望んでいた旗の子皇帝もそれによって死期を早めたという説もある。こうしたこともあってか、宋代には、 鉱物性の炭薬を作る外炭術は衰退し、当代より次第に重んじられるようになった内炭術が主流となった。秋代には人の排泄物や軽血より不老調整の薬を制する人元の炭法が外炭の一種として流行した。秋代の書物、従う性八千霊液単薬に軽血から作られる、くれない鉛や人粉を原料とする。 松地といった薬の調剤法が記されている。人に由来する小薬も、参照詳細は、内丹術を、参照水銀を直接使用して、科学的に荷を作るのではなく、人体に損する小僧の木、または、神と、または、美穂と呼ばれる生木、神を原料に、体を火を起こすろとし丹田を叶えとみなし意識と、呼吸を不意ごとして、事故のうちににおねるという発想もあった。 前者の方法を外観、後者の方法を内観という。内観術は物理的に2を作る外観術から取って変わるように歴史の表舞台に登場した。内観という語は南北朝時代の天台宗第二祖南学絵師の立正願文に神単の薬を垂らしめてこの願いを収め、外観の力に借りて内観を収めん。 主情を休ん善と欲してまず自らを休んずるなりと見えるのが文献上の書出とされる。ここでは内丹の語の具体的な意味に言及していないが、仏道修行の助けとして芝草や神丹を利用し、自分の生を休んじながら善の修行に邁進しよう、との抱負を述べたものとも解される。また、宋代の南岳宗家地修の部に、闘神の闘仏が内外丹を収めたとの一文が、 収載されている。このように、内端、外端の別を立てる事例は、陸長期にもわずかながら見られるが、まだ内端の語の定義は決まっておらず、後世と同じ意味での、内なるにという概念が、いつ頃明確化したのかは、よくわかっていない。文献上知り得る限り、内端説の骨子は、随代の同志祖元脇によって、初めて示されたとされる。ラフ山市改編に惹かれたその書説には、 神丹を心練りに帰するとあり、すでに聖意の地層治様の思想が現れている。それ以降、内丹は社会に知られることとなり、随当期の様々な文献に内丹の子が現れるようになった。外丹術が流星を極めた当代には、浄土信行丹分けをはじめとして、内外丹の総治様を説く、丹行も多かったが、外丹術は壮代には、次第に下火になっていった。 これは中毒の事例に対する反省のためとする説もある。それと同時に、内丹術が外丹から独立した修行法として確立し、外丹術の推微と反比例するかのように、東末から壮大にかけて盛んになった。勝利剣、旅道品の少量派の短法は、初期の内丹術の一つの完成した形を示した。その体験は五代の背方我の線とされる、北宗の書物。 少量言動衆などに詳しい。後に、勝利剣取りを同品は、全身教の祖師に立てつられた。北宗期には、全宗の検証の考え方を取り入れて、潮正と張り白丹が、五神編を表し、聖意の地層を治を提唱した。この丹教は、収益三道、京と並ぶ内丹の古典となり、南宗以降に、北宗南宗などに分かれる内丹道に基本として、 影響を与えた。現代の気候は内誕術の理論と技術の一部分が提供され変化したものであり、内誕術は気候の重要な源流の一つとなった。20世紀前半の民国時代には、上海白雲館で銅像を読んだ全身教流門派の学者、エン氏陳ネが内誕戦学を提唱した。上海戦学院で陳ネの教えを受けた、具助系は、 内丹戦学を台湾に伝えた。国民党の軍関係の仕事をしながら、道家の養生術を研究した、小天石は、四川省青城山で、李八百条人や、駅神、明同士と交流し、後に、台湾で内丹の天石を多く収めた、銅像成果などを出版した。彼は、道家養生学概要を表し、内丹道の門派を東、西、南、北、中派、 五流派、三方派、青城派、三方派などに分けて外説した。日本では1970年代前半に、畑博人という筆名の台湾人が日本語の書籍で、三方派の傍中派内短術を、先導傍中術として紹介した。当時、畑博人の著書を読み、内短術や戦術に興味を抱いた日本人は多い。同時期、台湾に常駐して、仕事をこなし、 漢方薬店の2階に宿を借りて養生していたという高藤宗一郎は、同社の付属の資料等を頼りに、台湾に伝えられていた青州派の内丹戦学の様々な関係者と接触し、仙人入門を皮切りに、秘宝、超能力、仙度入門など、内丹術に関する一連の産休書を発表した。また、日本軍の長報、専部活動のため、中国で同志となり、 常山で修練し、第二次大戦終戦直後に、当時の白雲館の監守に苦血を授けられたという、田中のりが、日本に帰国後、仙道連というおさむの会を開いた。こうしたことから現代日本では、内丹派の連端術を中心とした修行法を、仙道と呼ぶことが多い。不老調整の効果があると考えられた薬、時代と人によってそれぞれ考え方が異なり、 戦薬、短薬、型薬などと様々な呼び方があるが、三つの明確な分け方はない。不老不死の新鮮になることを可能にする薬のこと。戦薬は、君主レベルの位の高い人に使われた上等な薬であったため、上薬、常盆薬とも言われる。上薬は120種類あり、18種類は好物であった。命を養い、当選することも可能にするということで、 漢方では、味薬という、新農本草業に揺れは保険、養生効果があり、毒性がなく長期服用、多量服用しても副作用がないと、当時は考えられていた。新の始皇帝が手に入れようと努力した不死の薬もこの、戦薬だが、この時代には、彼が女子らに、東海の放来などに住む仙人からもらわせようとしたように、戦薬は、仙人が所有しているもので、 人力では作り得ないと考えられていた。前漢の中期になると、武帝は、李性君らに、不死の薬の製造を試みさせていることから、人力でも作り得ると考えるように変化していった。戦役は、生命の根源である、五臓六腑を養うもので、新鮮になるための奥義であり、秘術でもあった。体の隅々にまで気を巡らせてみたし、体が軽くなると心が、 安らかになると同氏は新鮮になることができると言われた。戦薬についての知識を最も多く集めているのは、放牧師の戦薬編で、キララや短射などの医師薬や、王星や物量などの多くの薬物、特に霊師について、正常と、用法効能が詳しく述べられている。不老調整、新鮮を目的にして作られた薬、非常に多くの種類があり、原料を誘拐したり、 消化させたりして製造し、そのことを練炭という、三国時代から、坂になり、東大以後まで、熱心にその製造が試みられた。最も古い練炭書は、収益賛同、形に見られ、練炭の哲学的意義についてまとめられたもの、炭の種類や製法、効能を述べているのは、放牧師の金炭編で、かつこうは、自分でも二の製造を試みている。練炭術に関する書は、 この他に、体制、石壁器や石薬自我など、銅像に多数収められているが、炭薬の製造は、秘密を守るために、原料物質の正式名称を伏せて、隠語を用いられたために、解釈の違いもあり非常に難解なものとなっている。主原料を密閉容器に入れて、長時間加熱し、効力のある荷を得るために、精進決裁などが必要とされた。炭の原料は、炭車。 水銀、硫黄、メスキ、鉛やヒ素の化合物がよく用いられ、そのために炭中毒による死亡事故もしばしば発生した。有名な例では、当の皇帝が6人もニの服用によって、身を滅ぼしたというものがある。不老不死薬としてのニの製造は壮大になると、次第に衰え、内胆の考えに変わっていくものの、中国では現在でも、 密閉容器中で加熱して作る薬や2の名が付いた薬があり、医薬品の中にも基礎化合物や内容の水銀化合物を含んだものがあり、練炭時代の2の名残であると考えられる。ありがとうございます。